F6 回ヘルキャット飛行する、米海軍の F6 回から 3F6 回ヘルキャットは、アメリカ合衆国のグラマン社が開発し、アメリカ海軍が第二次世界大戦中盤以降に使用した、環状戦闘機である。相性の、ヘルキャットは、直訳すれば、地獄の猫であるが、スラングでは、性悪女や、意地の悪い女の意味も持つ。 アメリカ海軍の本命は1940年に初飛行した F4U であったが実際には開発時期が遅いこちらが艦上戦闘機の主力となった。グラマン社によりアメリカ海軍の主力艦上戦闘機となった F4 海の後継機として開発された。開発は1938年3月から開始された。 開発当初の車内名称は G-35 であり、ライト R-2600 エンジンを搭載する計画であった。1940年には F4U が初飛行しており、良好な飛行性能を披露していた。アメリカ海軍はそれぞれエンジンの異なる試作機の製造を要求し、G-35 を拡大し、 E&WR-2800 エンジンを搭載する G-50 を開発することとなった。元は副容器として設計を開始した F4 回が主脚を胴体格納式としたのと異なり、最初から単容器として設計された本機は F4 回の流れを組む機体であるものの、主脚が一般的な単容器同様の翼内格納式となった。 この G-50 は1941年6月30日に XF6 回から3として試作機が製造された。太平洋戦争の開戦に伴い1942年1月7日には試作機が完成していないにもかかわらず1080機の量産契約が結ばれた。 R-2600 サイクロンを搭載した XF6 回から1の初飛行は1942年6月26日のことで R-2800 ダブルワスプを搭載した XF6 回から3の初飛行は7月30日である。 XF6 回から3は8月17日にエンジンの故障により墜落したため XF6 回から1のエンジンを R-2800WASP に換装して実用化の試験に使用した急降下時に機体後部でフラッターが生じたが構造を強化することで解決された P&WR-2800 から10と ブローニング M212.7mm 機関十6兆を搭載して F6 回から3ヘルキャットとして量産が開始され、この初量産型 F6 回から3は1942年10月3日に初飛行した。しかし、この機体も後に発動機 P&WR-2800 から 10W に換装した。そして F6 回から三後期型のカウリング、エルロン、 風防、ビブを若干設計変更し、防弾装備のより強化されたものが F6 階から5である。XF6 階から2と XF6 階から4では、それぞれターボチャージャーを搭載し、航空性能を向上させた試作機も製造されたが、速度の向上を重要視したアメリカ海軍には評価されなかった。F6 回は、新規設計された機体であるが、 実験的な機構や特殊な構造は採用されず、グラマン鉄鋼所と呼ばれる強固な構造と生産性を重視したグラマンの設計思想を体現した F4 階の長所を強化しつつ、運用中に発覚した問題や不満点を解消することに注力してがたくまとめられている。同じエンジンを採用しつつ、工夫を凝らした設計により高性能を示しながら、 初期には主子の問題を抱えたことで、陸上運用に回され、航空母艦に搭載されるための機体設計をしなかった、欠陥機とまで称された F4U と異なり、早期に艦上戦闘機として実践化された。また実践前に F4U で発覚したエンジンの問題は F6 回にフィードバックされたことも、完成度の向上につながっている。F4 回が、 パイロットから頑丈さを評価されたことを確認し、F6 階も生産性と構造の強さを両立した骨張った形状となった。F4 階と同じく後方にスライドして開くレーザーバック型のキャノピーを装備したため後方視界は決して良好ではなかったが、広いコクピットが優れた前方視界をパイロットに提供した。主翼の折りたたみ機構は、 F4 回では改良型の F4 回から4からであったが F6 回では最初から採用された F4 回と同じくヒンジを軸にして前方が下になるようにひねって折りたたむ方式はグラマン伝説によるとルロイ・グラマンが愛用していたクリップとガム状消しゴムを元に考え出されたと言われている F6 回では操縦席からロックピンを操作できるようになったが t b f に採用された、油圧式の折りたたみ装置は見送られた。F4 回では主脚を胴体に収容するためあえて、胴体を太くしていたが、主脚を主翼に収納する、F6 回においても踏襲されている。しかし F4 回と違って、主翼の位置が中翼配置ではなく低翼配置になり、脚部の構造にも影響した。F6 回は主脚を後方に引き込みながら、 90度回転させて主翼に収めた。F4 回ではパイロットがクランクを使って手動で胴体に主脚を収めていたが、F6 回ではオリンも含めて油圧で作動するようになった。これは引き込みを面倒がっていたパイロットに歓迎された。初めて F6 回と交戦した霊式、艦上戦闘機のパイロットは胴体は同じだが、 低翼のためすぐに F4 階とは違う機体だと判別できたと述べている。向上したエンジン出力による余裕を防弾装備に回すことで防弾フロントガラスのほか、操縦量 96kg に及ぶ防弾装甲が軽機板の前方と操縦席背面に取り付けられ、さらにキャノピー前の機種上面、エンジン仮面、オイルクーラー全面に 断片防御レベルの外反が配置され、運動性を犠牲にせず F4 回以上の防御性能を獲得した。胴体内には227リットルの自動防御燃料タンクがパイロットの座席下にあり、両翼にはそれぞれ331リットルの翼内燃料タンクを配した。これだけで F4 回の2倍に近い燃料積載量を確保できたが、さらに胴体下に 容量568リットルの増装を装備することもできた。武装は12.7ミ、mm、リメートル6と、当時としては標準的な火力であったが、総合的に見れば比較的軽装甲の日本軍機を相手にするには十分であった。エンジン出力の向上により、外部兵装としてロケット弾、爆弾、魚雷などを約点八トンまで搭載できるようになり、体感。 対地攻撃も可能となったが、F4U ほどの積載量はないため、対戦闘機用としての性格が強い機体でもあった。また着艦失敗時に大重量により足が折れ、キャットウォークに突っ込む事故が発生したが、胴体が強固なためパイロットが無事な例も多い。強固な構造と大出力のエンジンにより運動性は、良好で、防弾装備と武装を撤去すれば、 極技も可能であり、ブルーエンジェルスの初代機として採用された。F6 階は、一般的に冷戦に対抗するために急遽、開発された機体であるように紹介されることがあるが、開発時期から言っても、新駅、F4U の、保険としての正式採用経過からも新技術を、採用しない保守的、堅実な設計だったことから、実際は、 F4 回の発展強化型のような存在である。癖がなく早期教育のみで投入された未熟な、パイロットにも扱いやすい操縦性と、生産率を高める、パイロット背面の健牢な装行板、自動防漏タンクなどの装備に加え、見た目に反し日本軍のパイロットにも、一目置かれるほどの良好な運動性能があった。 格闘戦を得意とし積極的に巻き込もうとする、日本の戦闘機を撃破するには最適の機体であり、一撃離脱戦法を中心に戦うため格闘戦になれば優位に立てる P-38 や F4U、P-47 などに比べ、横転が素早くある程度格闘戦もこなしてみせた F6 回を最も嫌な相手にあげる、日本軍搭乗員は多い。 折りたたみ式の主翼を備え一石の航空母艦に多数が搭載可能であったこともあって、対戦中盤以降、機動部隊の主力戦闘機として活躍し、日本の航空兵力殲滅に最も貢献した戦闘機となった。弱点は二千馬力級の戦闘機としては低速だったことであるが、それでも零戦やはやぶさなど、日本の千馬力級戦闘機より、 明らかに有足であり、必要にして十分であった。また着艦失敗時に大重量に折り足やビブが折れる、事故も発生したが、胴体の構造は非常に強固な設計となっており、無傷、軽傷で済んだ例も多い。レーダーを搭載したタイプの F6 階は、DBF アベンジャーと組んで、対戦攻撃のハンターキラー戦術におけるハンター機としても活躍した。 また、短座艦上戦闘機でありながら、レーダー装備の艦上夜間戦闘機としても、運用された。インディペンデンスのように、野戦専用になった空母も運用されたが、最新鋭のレーダーが、敵に渡るのを防ぐため撤去して偵察及び、戦闘警戒飛行を中心とした運用となっていた。基本性能に勝る F4U が艦載機として、 太平洋戦争終盤に配備されるようになると徐々に第一戦からは引き上げられ第二次大戦が終結すると急速に退役した終戦の法を受け搭載していた F6 階を海に投棄して帰動した護衛空母もいたことが当時の搭乗員のインタビューとして記録されている戦後は後述の F6 階から 5K が朝鮮戦争で 実戦使用されたのみであるのに対し、F4U の方は、第一世代ジェット戦闘機とも互角に渡り合い、1960年代末のサッカー戦争でもホンジュラス軍とエルサルバドル軍のコルセアが艦下を交えた。第二次世界大戦終結後はフランスをはじめとする、西側諸国に売却され各国で運用されたほか、少数の F6 回から5が、 無線操縦の標的機 F6 回から 5D、飛行爆弾 F6 回から 5K に回収された。また、F6 回から5は、チェスターに3つの指示で1946年に、組織された海軍アクロバット飛行隊、ブルーエンジェルスの最初の機体として利用された。F6 回は大柄、大重量ながら2000馬力級のエンジンを、搭載していたため、軽量ゆえに、 海面上昇率に優れる零戦と比較しても、ほぼ同じ海面上昇率であった。また、ズーム上昇は強固な機体構造ゆえに急降下で、速度を稼げる F6 階の方が零戦よりも優れていた。さらに、急降下性能、武装、防弾性能、横転性能、旋回性能も、時速4 0 0トル以下の速度域以外では零、戦より優れていた。 F6 階の運動性能は良好であるが低速では、冷戦に劣るため、単独での格闘戦はできる限り回避し、無線でタイミングを測りながら、サッチウィーブで対抗するようになっていた。だが1944年6月の洋島における、第301海軍航空隊との戦いでは、 経験を積んで自信をつけたためか、積極的に格闘戦を挑む F6 階の姿が目撃されている。冷戦と F6 階が1対1の格闘戦を行い、双方弾薬を打ち尽くして引き分けた事例もある。同じ環状戦闘機でありながら限られた出力の発動機で最大限の性能を発揮するため徹底的に軽量化し、パイロット個人の技量を生かした。 格闘戦を仕掛ける冷戦に対し、大出力の発動機による余裕を防御性能に配分して生存性を確保しつつ、無線で連携し戦術的に戦う F6 階は、正反対の性格を持つ戦闘機であり、日米の戦闘機設計に対する思想の差を象徴しているとも言える。F4U の初飛行は F6 階よりも約2年早く、 最高速度も F6 階に勝っていた。しかしながら、着艦時の視界が悪く艦上戦闘機としての運用には難があり、F4 階の後継の座は F6 階に譲らざるを得なかった。その後は改良や着艦方法の改善によって F4U も艦上戦闘機としての運用が可能になり、F6 階を置き換えて、対戦末期から戦後にかけてのアメリカ海軍の 主力戦闘機、戦闘爆撃機となるが、格闘戦向けの F6 回を手強い相手としていた日本機のパイロットからは、むしろ F4U は相対的には組みし優しい相手であった。これは F6 回の戦闘状況の優位性とパイロットの平均的な連度の差が作用したこともあり、実際には比較テストなどの同じ条件であれば、F4U が F6 回より横転が早く、 運動性の良い戦闘機であった。1944年の春に、環状運用テストで F6 回と比較される F4U は、より早く、機動性と上昇力も優勢であることを示し、特に、ズーム上昇でリードしたので、米海軍は F6 回を F4U に交代することを勧告する、評価を下した。 捕獲した零戦との比較レポートでは F6 回と F4U は零戦を相手に運動性は同等、速度と上昇力は F4U が優勢、旋回力は1万フィートで同等、3万フィートで F6 回が微細に優勢だが F4U が戦闘フラップを使用するとテストされた機種の中で零戦に150の音まで追いつくことが可能な唯一の米軍戦闘機として より優れた旋回力を見せた。戦後も、その評価は続いて、退役パイロットたちに結成された、セットプでも1989年、現代技術を利用した測定で F4U の性能と、機動性をより高く評価した。F4U の方が、性能評価が高いにもかかわらわず、現場レベルでは、日米双方で F6 回を支持する声が多い理由として、 配備初期に F4U に割り当てられたパイロットの多くは戦闘経験がなかったり水蒸気や爆撃機のパイロット要請コースから急に転換したものが集められたことで損害が増えたことが挙げられる。パイロット側としても未熟であっても F4 回と飛行特性が変わらない F6 回へはスムーズに移行でき。 ベテランは培った技量をそのまま生かせるため、機種転換の訓練は短時間で済むが、飛行特性が異なる F4U への機種転換には、時間が必要なことや、F4 回譲りの強固さが信頼されていた F6 回と、異なり、様々な不具合が残ったまま配備された F4U には、悪いイメージが残っていたことも挙げられる。日本に露覚され、 戦後新中軍によって撮影された F6 回から5、フランス海軍の空母、ラファイエット上に並べられた16機の F6 回から5、このほか日本海軍に露革された後に、日の丸が塗装されよマイナス801という基板が当てられて、横須賀海軍航空隊に配備されていた F6 回から5が1機存在する。終戦時点では破損した状態であった。 1945年1月4日、午前、台湾中西部飛行場に対する爆撃、写真偵察任務を帯びた、t b m アベンジャー艦航6機を護衛する空母、ラングレー、第44戦闘飛行隊所属で、マルコム T ・ワーデル中佐指揮下にある、F6 階から5編隊、ストライク B 隊の1機である、チャールズ・バレンタイン・オーガスト注意操縦の F6 階から5、 7万1441号機がエンジン部長のため、小備海軍飛行場近くの畑に胴体着陸した。機体は、その後整備隊によって、極めて良好な状態で回収され、小備神社境内の森に運び込まれ一般公開された。その後の消息は不明であるが、戦術の横須賀で運用された機体ともされる。 オーガスト中尉はその7ヶ月後に終戦を迎えたため、収容所を出て、無事本国に帰還できた。F6 回ヘルキャット XF6 回から1、XF6 回から 2F6 回から 3F6 回から、3NXF6 回から 4F6 回から5、クロスロード作戦で、観測機として使用された F6 回から5、KXF6 回から6、ウォーサンダー。 ありがとうございます。